疲れ様です。今日の晩ご飯はペペロンチーノです。またいつものようにレンジで作ります。よいしょ。ではちょっと熱湯入れます。いや今日も疲れた。次の城ヶ島は土曜日。長い。早く行きたいです。なんか1週間長いですよね。楽しい間はいいんですけど。よいしょ。ではちょっとレンジします。茹で終わりました。これからお皿に開けていきます。よいしょ。あ、フォークだ。あー、土曜日まで長いな。まだ今日は月曜日ですもんね。なんかやだな。まだ6日5日6日も残ってんだよな。ではペペロンチーノのタレかけます。今日はあのウェルシアポイント2倍だったんで、エイム30と、なんだっけ、あれだ、あのグルテンフリー買ってきました。で、いつだ、明日か、20日の日が、あのポイントで買い物すると 1.5 倍であの買い物できるってお得な日なんですよ。で、その時もまたエイム30ポイントで、あとチュール。買ってきます。やっぱね、ポイントを有効活用しないとね。 T ポイントもね、なんだかんだ言ってね、まだね結構残ってるんですよね。1万ポイントぐらい。 それはあの何かのために、またねこの前見たけど募金寄付とかなんかいろいろあるんで、そういう時に使います。あとあの緊急でね、あのなくて、使う時。よし、できた。完成です。今日の晩ご飯はペペロンチーノと城ヶ島スペシャルです。ではいただきます。